はい、皆さんこんにちは。今回何かし言及させていただきたいかというと、番組をご視聴いただいている方から、質問をいただきました。その質問に対してのね、ご回答をさせていただきたいと思います。これは何に関してかっていうと、新型肺炎で、入手が困難になっているマスクに関して、ちょっとこのね、そのサイトちょっと見てくださいと言われたので、ニュースをね、で見させていただいて、これに関してどう思いますか。そしてマスクの転売屋がね、マスクをね大量に買い占めて、マスクがなくなっていてね、そういった転売屋がね高値で売ってることに対してどう思いますかという件に関して、言及してくださいということで、これに関して言及させていただきたいと思います。これはなんかニュースでもね、出ている、多分今日の朝も出てたかな、横浜でっていうことで、ね、ちょうどこのね横浜の映像を見たら、これ横浜伊勢崎町じゃんと思ってね。伊勢崎町って前、よく行くところなんだけど、あの辺り、先日行った時に、この番組ご覧いただいている方とね、伊勢崎モールの中にあるブラブラっていう油そばのねところにね出会ったんだけど、あの辺りって外国人が多いんですね、非常にね。これはもちろん横浜のあの辺り住まれてるからよくわかると思うんだけど、諸目狭いから多いんだけど、その中で、いわゆる中国系の人、中国人が多いわけじゃないですか。他にもね、結構タイ人も結構多かったりするんだよ、ロシアとかね、あと南米系もいたりするんだけど、その中で流血事件ということで、あったということでね、このなんか見たら、これマッチ系だったかな、ドラッグストアがあって、薬局があって、そこでね、いわゆる喧嘩がということで、マスク行列ができてたんです。だから開店する前にマスクを求めるために、行列ができてたんですね。で、それでその時に並んでいて横入りされて、割り込みされてね、そこで喧嘩になったという話らしいんです。で、日本語が通じているかわからないみたいな感じのことを言ってたということなんだけど、いろいろ調査してる中国人のようです。自分がそこの場にいれば、どこの国の人かって目で分かりますので、今まで93カ国渡航して海外行ってる 9年から10年行ってますから、ね、外国人と一緒に接してきてね、交流してきて、一緒に住んだりとかね、学んだりとか、あとは仕事もしてきた身なので、もう顔で分かります。その中で中国人のようなんだけど、これがただね、どちらかが中国人でどちらかが日本人ってこともあり得るけど、はっきり分かりません。いずれにしても多分割り込んできたのは中国人だと思います。で、中国人同士の喧嘩ってもあり得るかもしれないけど、多分そうとしては中国人が入り込んできて、日本人がそれ注意して、それで喧嘩になったんじゃないかなって感じはするんだけどね。ここら辺がはっきりとこれ出てないので分かりませんけど、これに関してはね、だから割り込みって普通日本人はしませんよね。これはね、基本的に、する人は頭おかしい人かなと思うんだけど、中国の人々というのは今までは数千人規模で接してきました。その中でね、国内もそうだし海外なんか行っても、最近はやはりここ10年でかなり中国人の観光客が、日本が今まで援助してきたのもあるんだけど、そういったところで経済発展してきて、10億という人口ですからね。だからパーセンテージで言うと、もちろん日本より1人1人 GDP 低いので、出れる人は、パーセントすると低くなるんだけど、パーセントが低くても、パイが大きいので、どうしても出れる人多いじゃないですか。だから、世界各地最近ね、ここ最近数年間行ってると、こんなところまで中国人観光客がっていうのはね、よく感じるところなんです。で、その中で、自分自身が日本でもたまにありましたし、海外行くときもね、やっぱりそう、勝手に割り込んでくるときがあるんですね。で、俺の前という、俺の前の前の前とかね、そういうときははっきり言ってやりますね。並んでるから、ちゃんとどっかも後ろ行ってくれってね、go away って感じで言ってるんだけど、そこらに関しては、本当に平気で割り込んでくる人々だなって感じがします。それに関しては、平気で割り込んできて、やっぱりそれに対してね、何も割り気がなく入ってきてということで、これに関して結構欧米なんかでもね、問題となってて、欧米人の間でも、もう中国人は、あれはもうチャイニーズはもう平気で割り込んでくるとかね、写真撮影してる時もこう突っ立ってくるとか、そういうのは評判になってます。悪評になってます。これが事実かなって感じがします。この間イースター島行った時なんかもそうなんだけど、イースター島でモアイ像を見てるじゃないですか。で、みんなこう座りながら見てるんですよ。で、後ろの方で立ってるならいいんだけど、もう集団できて、それで集団でそこ突っ立ったままなんですね。後ろで見てるって分かってると思うんだけど、そこへ対してイタリア人が文句を言ってね、無駄か言ってくれっつって、そしたらそれで聞いたんですよ、イタリア人。そう、どうしようもないね彼らって言って、
そしたら、they're Japanese って言われてね。No. I am Japanese. No, they are not Japanese. They're Chinese. You know, I know the difference between Chinese and Japanese. You know, って感じで言って、日本人と中国人の違いが分かるって説明してやって、それで、ね、日本人とね、中国人は違うって言ってたんです。Japanese people are totally different from Chinese って言ってね、here, especially here, had, you know.キャラクターズ・ディファレントって感じで言ったんだけど、そこら辺がやはりね、わからない人たちもいて、例えばまあ今ね、アジア全体で来られてしまって、よくだから外国人と接したことがない人が、例えば中国人を見て日本人だと勘違いする人もいるんですね。だからそこら辺が、まあちょっとね、日本人からすると迷惑を被るような話でもあるんだけどね。うん、だからそこら辺でもね、まあよくよく知ってる人、まあ普通の人って大体日本人と中国のそのまあ内面、まあ外見も慣れた人は見極めれますので、まあ服装とかも違いますし、で顔もね、で中国韓国もそうなんだけど、まあそこら辺でやっぱ内面が違うってわかるので、まあ若干そこら顔で見極めができなくても、ジャパニーズって、 I'm Japanese って言って、 I'm from Japan って感じで言うと、 Oh you are Japanese, I love Japan って感じでね、言ったりするんですよね。だから急に顔が変わる、これがやっぱり事実なのかなって感じがします。あとはね、だからこういうね、マスクだから割り込みはいけません。だから割り込んだ方に、これはどういうふうになってるか分かりません。割り込んで注意して向かってきて、喧嘩になって殴り合いになってるのかね、分かりませんけどね、いずれにしてもね、割り込みはいけませんよね、これね。うん、あとはもう一つの質問ということ、転売ということで、マスクの転売ねということでありますけど、マスクの転売っていうのは、まあ、法律ではもちろん決められてるものではないのかもしれません。ただやっぱり道徳史的なね、観念からすれば、自分だけ儲ければいいという普通の破格値で売るというね、ことがね、それによって大量買いして、結局マスクがね、店頭でなくなってしまって、それで困ってしまっている人がいるんです。それによって結局高値で売って儲けを得ようとするその根性、まあ、税金も納めてないでしょうけどね、そこら辺が犯罪なんだけどね、それがやっぱりいけないと思うんです。だからこれに関してはしっかりとメスを入れていくべきなんです。このサイトがどういうサイトを使ってるか分かりませんけど、サイト自体も販売サイトに関して Amazon とかも結構なんか怪しいやつありますけど、罰するような法律をしっかりと作っていくことが重要なのかなって感じはします。まあ結構やっぱり中国人がそういうマスクをね、転売してるったりもしてたりすることがあるんだけど、そこらに関してはね、本当になんていうか日本人のね、として日本人じゃないのが多いと思うけどね、日本人でもし転売でそういう風にやってるのいたらね、恥ずかしいと思います。前もなんかうなぎパイを転売して問題になってましたけどね、結局転売して割れているとかね、かなりの高値で売ってねっていうね、ああいうのを見てしまうと、まあ税金も納めてそれ達成ですからね、そういうのを見てしまうと本当に許せない行為かなって感じはしてしまいます。ということで、質問に対してのご回答をさせていただきました。